ランドゥー家は大家族だから、家の中は常に人が行ったり来たりしている。列車は僕の家と違って、かなり広々としているな。あ、広々としてはいるが、至る所に生き生きとした生活の痕跡が見られる。君たちが揃っている時はどれほどの活気にあふれているのか簡単に想像できるよ。例えるなら深夜のベロブルグだろうか。ひっそりと静まり返っていても常に親しみやすい雰囲気がある。この感覚は今までベロブルグから出たことのない人には本当に不思議に思えるだろうな。君らに選ぶ余地はない。乗ってる？反抗、陽動、霊落。ステージを重ねるほど最高になるんだ。